愛生会エクササイズ。今日はローリングというエクササイズをご紹介したいと思います。ローリングというエクササイズは体幹のインナーマッスルを刺激するエクササイズです。もし実施する際に痛みが生じた場合は医師や理学療法士に相談してから実施してください。それでは始めていきましょう。はい、では始めていきます。最初は上半身からスタートしていきますね。この時は腰から下は完全脱力でいきましょう。上半身からゆっくり回っていきます。はい、綺麗に力が抜けて回れていますね。でこれはうまくできていない場合は上半身と一緒に下半身が回ってきてしまうので一本の丸太のように回ってきてしまうとうまくできていないことになります。これは非常によくできているのではないでしょうか。はい、次は下半身から回っていきます。この時は上半身を完全に脱力してください。戻る時も同じように行います。うまく緊張が抜けていると雑巾を絞ったかのようにねじれることができます。反対も同じようにやっていきます。最後ちょっと上手ではありませんでした。はい、終わりますね。皆さんもやってみてください。以上です。